じゃあライヤーがある？どこが食べる？わかる？空っぽだろ。あ、まだ入ってない。時間押してるんですよ。あ、体調悪いんでよろしくお願いします。じゃあ、音出せしないで行っちゃう。行っちゃうよ。ハロー、ルート66。ちょっと今日ね、喘息が発症しましたんで、あんまり重苦しいところがあるかと思いますけども、ミアロックバンドと申します。今年結成したっていうまだ新しいバンドということで、もう8年目です。8年は経ってねえわ。今日はね、このお話で終わろうと思ってるので、一つよろしくお願いします。本当だよね、ライアーちょっとやりたいですけど、一発目から言います。キースミー。My dear, you are with me. God, you are with me. The chicken, t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 he
中。いや、今日はこんなもんで終わりにしたいと思いますよ。これ以上の失態はちょっとミヤロクバンドの名誉にかかるので、もう今年解散してます。構わない、全然全然ない全然。まあでも気持ちは伝えるよね。じゃあ、次の曲言いますよ。大丈夫かな。ジェラシーを言います。暑い夜、またクリスマスに送りたいと思います。さあ
3曲終わったんで、もう、あのね、呼吸がもう
まあ、酸素が頭にいってないかも。ちょっと MC させてもらいますけどね。まあ、ミヤロックバンドは今年何公演ぐらいやったろうね。今日が、ラストライブっていうことで、今年これでミヤロックバンド解散ということでありがとうございました。あ、それ誰かのネタ。で、来年また新しいメンバーで、これから紹介しますけどね、今年はもう来年新しいメンバーこれから紹介するんです。じゃあ、ちょっとメンバー紹介します。いいよね、なんか話、まあまあいろいろあったんですよね、今年ね。まあ3月5日に親父ロッカーっていう決勝大会、出ましてね、まあ奇跡的に、まあ、入賞まで、ありがとうございます、まあ、こんなふざけたバンドじゃないんで、まあ、本当に真面目に、やってるバンドで、まあライブハウス切り抜くかっていうことで、賞をいただきました。またその後もね、大きいのもやってきまして、まあ、ここにたどり着いたということで、まあ、本当に聖地っていうか、もう、ルート6、毎年、本当に呼んでいただきまして、ありがとうございます。あ、そうですか。